どうも、始まりました。今日は休みなので、土曜日は休みなので、京都観光に出かけたいと思います。目的地はですね、南禅寺と金地院に行きます。その後、京都大学で、昼飯を食べます。土曜日はね、食べれるんですね。それから帰りに、京都八橋のですね、名店があるんですね。それの工場見学。その後は、伏見ですね、伏見城に行ってきます。で、帰りに大阪戻ってきて、新しくできた門真のアウトレットモールを帰ってきたいと思います。では、行ってまいります。
来ない。京都のコストコに着きました。ここで給油しまして、で、朝食を食べています。例のホットドッグですね、あれ病みつきになってます。では食べています。さあ、ここはよ。ここはね。